久しぶりえー、深淵を除く無事公開されました。お疲れっしたー。<laughs> まずそうですね、まあ、かねてより自分の作った音楽の解説動画みたいなの出したいって言ってたんですよね。で、うん、せっかくやから出します。ちょほんま、ビームとかも解説したんやけど、なんか出し惜しみしてて、ちょっと、うん。いいタイミングなんで、この、深淵を除くという曲について。 えー、ちょっとまあ話せる範囲で喋りたいなというかねサブチャンネルなんでボケゼロなんですけどまずねあのー、あれですねあちょっと待って収益のことちょっとユニバーサルに言わなうーんまああとでいいかえっとねえー、今日の19時にミュージックビデオが上がりましてで あのプレミア公開したんですけどはいほんまは24時から聴けたんよな24時前日の24時えっと月曜日になった瞬間におそらく各種サブスク配信サービスでは配信開始一斉になんでまあ実は聴けたんですけどはいだからまあ結構みんなそうやねんな YouTube 上でも YouTube ュージックみたいなサブスクみたいなのがあるんで、そこでは聞けたんですけど、ミュージックビデオは19時に。まあそこでみんながドカッと一緒に見るやろうなという感じであげました。はい。で、えー、そうね。まあ、解説とまではいかんけど、なんか、ああ、こんなんやな、みたいな気持ち。歌詞と音とどっち先喋ろうん。うん。歌詞。 歌詞なんですけどねはい、まあ、今回そうですね「深淵を除く」「深淵を除く」っていうのはもちろんねあのー、哲学の話なんですけどニーチェかなんかやったな、えー「深淵を除く時深淵もまたこちらを除いているのだ」っていう、えー、ニーチェの言葉ですね名言ですねいいよな うん、いいいいことよなという、うん、タイトルなんですがはいまあなんでしょうねもうね今年1年すごい自分的には良かったんですよこのちょっと自分のやりたい仕事の比,比率多めにしてねあのまあそうやなもう アルバイトはやめ辞めたというかまだやめれてないけどその、うん、アルバイト減らしちゃうんですよ僕はいで自分の好きなこととか創作とかに時間を当てたいでうん12月か11月ぐらいから毎週月曜は何かやりたい特に まあ、オリジナルの曲は月1は絶対出したいなみたいなところで、まあ、結局ボカロが月1になってその他もオリジナル曲いっぱい出したいなと思ってるんですけどそのまあ一発目やねんけどうーんこの何て言うんでしょうねまあ結構中二病的な歌やと思うんですよはいでこうなんやろな攻撃的やしダークな感じやと思うんですけどまあもう結構 結構僕っぽいって思ったんですか皆さん,、うん。やっぱり、そうやな。無理して書いたというか、スラスラ書けたな。<laughs> あの、で、この一年、ね、いろいろ思うと、やっぱね、まあ、ツイッ、ツイッターでさっき言ったけど、キモいやつ多すぎんな、マジであ。まあ、もう腹立ちですね。腹立ちで書きました。うん、ムカつくし、で、まあ、いろんなあれやけど、 一応学校とということにして学校に置き換えてというかまあ自身の学生生活も別に、うん、まあと友達はおったしそのね楽しいは楽しい時もあったんですけどやっぱ基本このな、うんやねんと思うとがりというか僕一番尖ってた学生時代かなってそれで言うと思うんでまあまあちょっとね学,す学校という状況に 置き換えただけで別に言ってることはそんなね皆さん共感できるようなだから自分が中学生の時とかに出会ってたらたまらんやろなっていう曲にしたくてですねはい尖った曲にしましたいやもうまあキモいやつ多いしうーんまあねでもキモいやつ多いっていう感情って全員思ってると思うんでやっぱりあのねええーえー恋人を とデートする前ドキドキするみたいな歌詞ってやっぱり共感を入れるからヒットすると思うんですけどいやその「木」もやつ多いなっていうのも十分共感を入れるということではいすいません A メロからええー、教科がバッと言ってますねまあ一応音楽は入れてないんですけど音楽だけは好きなんでうん国語数学理科社会英語家庭科大育まあでもそあのこれを僕がそう思ってるかって言ったら別にここはちょっと大げさにというかあのー、何やろうな うん、子供に聴かせたくない曲みたいなのを作りたくてこの辺はわざとバーってきましたねで、えー、ふわりがやっぱり特徴的だと思うんですけど、うんふ,うん、ふわりもここで喋ゃべる、まあうん、早口ってね「うん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 」っていうかボカロっぽさはもちろんあってはい「ぶわ」っていう歌い切れたら、うん、かっこいいねであそもそもまあ後で出てきますけどメロディーの時に。 帰オオあのー「帰り花のオリオン」っていう曲の「あの帰り花のオリオン」っていうファーストサマーウイカさんに作った曲があるんですよね。えー、それのちまあサビ没にされた案みたいな感じのやつがこれ使ってるんでそれで言うとやっぱりギターのリフから始まるっていうのは、えー「帰り花のオリオン」オマージュというかね。

あんんままなかったんちゃうかな今までうんいちいちその「インター」っていうこの前奏に使ってたギターのリフで A メロ挟んでみたいなもうん。ちょっとあんま最近ない感じでやりましたねでえほんでそうやん32小節あるってことじゃんえっうんじゃあ忘れた 作った前から人ぼろカ8小説やから全部で32小節ずっと早口でなんか詰め込んで言ってるっていうね、えー、もう B 面もいらんぐらいだと思うんですけどほんまはね教師の自己満説教みたいなことになるんですよねまあちょっとお,おまだれ選手権なんかもやりながら感じたこととかも入ってるのかなこれ学生の味方するわけじゃないけどうんやっぱね教その先生も結局人間やんけっていう。 うん、人間すぎてお前対等やんけって思ってましたね当時から、うん、教育実習生なんかほぼ大学生やんほぼっていうかそうやん人間やんっていうね自己満説教はね要点なこいつ言うて、うん、が人間のなれの果てなんて進化のタイミングで奈落にしても、うん、いいいい歌詞ですね、うん、攻撃的ですね 大人の都合で制して平気で非意をして私が楽しくない異常な施設だろちょっと傲慢なんですよねこの主人公の方私が楽しくないって異常な施設やろって言えるって結構ねいいですよねうんまあそうやなうんそれはいいと思いますよはいそして B メロなんですけど8文字なんですよねここはちょっとまあ緩急というか ま、あわざとこうしましたね。深淵を、言うて、覗く、言うて、8文字やし、2回入ってるから、もう実質6文字や。うん。なんかここのギャップは、あんだけうわーって言って、1回深淵を覗くんですよね、B メロで。っていう間が空いてたりして、っていう歌詞の感じですね。で、サビはもう繰り返してるんですけど、私と話したような歌詞よりでも持ってこい。うん。だから別にあの、あれやで。 菓子折りでも持ってこいってそのめっちゃ喧嘩売ってるからなあの別におし,ゃべしゃべりたくないね別にお前となお前やなあのうんその何やろな菓子折りでも持っていたらしゃべっとろいっていうのってまあすごい屈辱的というか向こうがなんかねめちゃくちゃへりくだってこいやお前ほんならっていうでそこまでしゃべりたないしこっちもね だから無理を言うてるという喧嘩の売り方なんですよね。おいお前っつって、うん。なんかね、うん、腹立つな。で、えー、お前が過去にしたこと、栄養にまとめてこいね。うん、お前、お前なっつって。いや別に僕、特定の <laughs> この人おるっていうわけでもないんですけど別に、なんかこういうシチュエーションあるなと思って。いやお前さ、お前こんなん。 言ってたのにさとかね。いや、お前がそれしたの忘れてへんか、お前。みたいなことあるじゃないですか。え、4まとめでボケ。もっと髪のサイズを、うん、でかくするという案もあったんですけど、まあ、語呂と分かりやすい髪のサイズ。A4 といえば、うん、髪のサイズなんで A4 にしましたね。えー、針の先が信念を誇るということで。そうね、だから、一応、深淵を除くで踏んでるんですよ。ここで初めて踏んでるのかな、今回は。 どうやっけあ多分そうですねうん「新年を誇るで振ってる」というで2番に入るんですけどもここから鬼不眠やね久しぶりのうんやっぱり作詞する上でまあ言うたらテクニックというか応援はねしちょっとぐらいしとかないと素人が作ってるやんって言われるのも尺なんで、えー、面倒人間関係 陰影暗影みたいなね踏んでるかな。間の因縁男性。そんな親民権短命ですかね。そんな親民権短命うん、ここは3つ踏んでますね。まあこんなんもう、まあベタなこと言ってますけどね。人間関係が面倒だみたいな、ねまあ。間の因縁男性はちょっとこの初音ミク、そしてポップマンさんが書いてくれた素敵なイラストの女の子目線でちょっとこう、なんかあるかな、ストーリーがみたいな感じで。ちょっと喋りすぎかな。やめとくか。 うん、そんで親友見事にゼロ人趣味長所夢善なし親にも愛されない人の言葉が薄いまあ人の言葉が薄いっていうのだけ言いたかったんやけどそのまあいろんなやつがおってねやっぱ自分が暗いと思ってたけど自分よりやっぱりその救われへんやつおるなと思ってその辺ちょっと気にかけたいなと思ったんですよ。僕は まあ言うたら親友もおるしなんやったらね趣味もあるし長所もあるし夢もあったし親にも愛されてたんですよそれで言うとでも学生時代反抗期の俺とかはなんか「ウえエー!」とかなって「ウえエーこんなん」とか言ってたかなうん言ってないわでもそ,そこまでやわ俺はでなんかねお悩み相談とかしていくうちに僕が困るのがこれ系やったんですよね まあ僕は親孝行親孝行とか言ってるけど親が最低なんですって言われた時うんまあそうかっていうとかさ夢がなくて今趣味も全然なくて長所も全然ないんですよどうしたらいいですかって言われてさうーん結構僕言葉詰まることが多かったんですよねこれまで。 親友が「いないんでですすけど大丈夫ですかいや親友なんかいらんよ」って言うけど「いや俺おるしな」みたいなまあそんな,なんかこの、まあ、特にメンズノンノとか雑誌でちょっとねうんそういうお悩み相談コーナーとかやってるんですけどとかそれ関係なく普通にねうわーって悩み相談された時に「あこの人相当やな」 っっっててなった時ににその人に刺さほしいい歌というかじゃあこれで元気出してくれみたいなことで人の言葉が薄いっていうところに集約されてね、うん、でもちょっと頑張ってほしいなという、はい、暗すぎる歌ではないと思うんで、うん、であここねここすごいですよねあいつは性格が悪いこいつは頭が悪いそいつは生理的に無理全員キモいよねっていうのはもうねはいまあ、とあるに人が 愚痴をこうこぼしるんですね。俺に。ね。いやあいつはあれやし、こいつはあれやし、そいつはあれや。て、まあ、うん、表現的にあいつ、こいつ、そいつってまあ言ったけど、まあ、3人ごいろんなやつがおって、全員キモちで、あはははははははですわ。ね。そんなあいつもこいつもそいつも全員私にお前の悪口言ってたよ。深淵やなうん。深淵もまたこちらを覗いてるな という話でしたね、ここは。ここはまあいいんじゃないですか、そのままで。で、新色の族で、私と話したいで菓子折りと思って。この辺は変わらずね、サビがあります。針の先というね。はい。まあ、これちょっと、針の先は針の先にしときますが。信念を誇るってやっぱいい言葉ですよね。うん、概要欄に書いたけど、偉そうには理由があるから。うん、信念を誇るって。えー、別に何でも移動でもいい興味がかからないでほしい。で、えー 理風をなぞるとというところになりますねまあもうね別に丸んでもいいってこう不正人みたいにしたんですけど、うん、まあ別に死んでもいいっていうね、まあ、そういう意味ですね多分僕はドキッとするんですよねこの曲ずっと頭から聴いてて別に丸んでもいいってまあボカロやからボカロ聴き慣れてるから。 何でもいいって言ったって分かるけどこれパッと見たら死んでもいいに見えるからうん、うん、まあ別にほんまに死ぬ勇気はないんやけどだから伏せ字にして心配されたいっていう中二病あるある的なことですよねえー、でえで、ー、サビ繰り返し終わるというまあ歌詞はそんな感じかな結構まあうんスラスラと書きましたじゃあちょっと音の方ね 俺の曲やから流してねこれだからねさっきも言いましたけど帰り花のオリオン的なリフから始まってで A メロも通してそうなんねんけど一番はあの「んじゃ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 んっていうねずっと「んじゃんじゃんってなるっていうここね インディリリリツツツツツツツ意外にあんま音鳴ってないんですよねこういう曲ってねバンドでやりたいん、じゃ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 ん。まあこんなんがようあるわる。うんここで一回リフ挟んでまたエメロバスドラム入ってますなキッククドラムもやっぱおもろいな打ち込むな B メロで急に皆さんも耳馴染んでると思いますけどこのピロピロキラキラなんていうピロ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 まあこれはもうねえやりましたよね別にまあピロ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 こういうことやからな音楽って これもあの効果音とかじゃなくて、普通にあのメロディ打ち込んでそうしました。はい。すごい細かい白のメロディを。うん、なんか良かったね。このグーと。ここからのまあサビが。ええ、そう。三在取る返り花のオリオンの。うん、一部分やったという。 はい、あのねファーストサマーウイカさんに提供した曲でそれはドラマのタイアップがついてたんですねありがたいことにドラマの主題歌になってでドラマの方にこんな雰囲気で作ってくださいって言われたやつをオーダーもらってこうわーってやるんですけどその上ですやっぱエンディングドラマのいい時に流れるやつでサビが大事だというので、まあ、何パターンか送るんですよね。で 僕はほんまはこれがいいかなと思ってたんですよ。このメロディーラインが。でも、ちょっとその、まあ何やろう、えー、曲あるかな。「のぞくー」ってこう下がるんですよね、サビの1音目が。まあちょっとこの、ドラマという作品に置き換えたときに、盛り上がりがこうどうやねんみたいな。まあでもそれはもうそうなんですよ。せっかく A メロこう,うーって言って、 で、B メロの最後の音がパーンってあって、で、えーまあ、このまま行きたいっていう、まあ、王道なんですよね。で、あ、そうですねっていう話になって、追加で5パターンぐらい送って、えー、これにするってなったのが帰バ花のオリオンなんですけど、えー、だから帰バ花のオリオンはね、DDD ってなってると思うんですよ。えー、B メロどんなんやっけ アナナナエライーヒー,ーって上がってるの、えー、なーなその B メロ最後音との関係性をで僕がやりたかったのは、うん、ちょっと下がってもいいかなーってうん、って言うちなみにオクターブ違いで2人ミクがここ歌ってます、はい うるドゥドゥドゥと言っときながら「うるるる」って言ってるやつもおるここはね <music> このメロディーがだからもともとのデモやったさですか「帰り花のオリオン」をファーストサマーウィッカのラジオオールナイトニッポンに呼ばれた時にお土産で持って行って流したんで知ってる人いるんですよね、えー、こっちのバージョンのデモ持ってきたよって言ってで その時も言ってるんですよ。これいつかなんか自分の作った曲でまた再利用するわみたいな言ってるんですけどうんそれですわ人に歌ってもらう曲にしてもええかなと思ったけどまあちょっと気悪いかなみたいなボツワンかいみたいななんでまあ自分なんで自分と初音ミクなんでいいかなってことにしましたねでもこの「裏のピロピロ」とかはそん時なかったしまあ自分で編曲してって感じかな

一応 2A はこんな感じです、伴奏。ピアプロでダウンロできます。そのジャッジャッジャッジャ,ッジャッみたいな、なくしてる。ああ。ああここ。ああ。そうやなあと一緒かな、大体。うん。という、まあ、はい、3分ちょいの曲なんですけど、うん。結構。 パッとできましたね。なんかこれを皮切りに今ストックの曲はねやろ、まあ、結構あるんですよ5、えー、自分オリジナル曲はね「深淵を除く」で1月,に1月9日にボカロ上がる予定ですで人に歌ってもらいたい曲が2曲あってで、まあ、その他、まあ「とある」んかって,あ,って、まあ5曲ぐらいストックある中の1曲目に仕上げたやつなんでまあ ちょっとパパッとやりたいっていうのでサビはもともとあるやつにしましたね。えー、っていう感じかな。うん。いや本当になんか忘れてたけどオフィシャルアーティストチャンネルやったなという。だから久しぶり公開できて嬉しいですし、えー、みんなとチャットをするのも良かった。はい。まあね、まだまだあのー、なんやろ、語っていない意味とか。 ね、考察とかまあちょっとあるんですけどそれはもうまあ結構言いすぎちゃったかなって今心配になってるぐらいなんでまあまあこんな感じかな音楽的にもコードがどうとかもまたうんでもちょっとめんどくさいねんなそれグイーンってやるのだからまあこんなもんでサブチャンネルやしええー、かなという感じですえー、来週はうーん何上がるかな借金か歌かええー、まあ EDM 系の何か上が,がるかもしれないですちょっとまた 楽し,みにしていくださのぞ、えー、く。